白坂慎太郎です。このチャンネルは株式投資の中級者以上の方が資産を複利で増やし続けていけるように、投資判断に役立つ企業分析を分かりやすく共有している番組です。はい、今回のテーマです。今回は花王ですね、株価予想ということでやっていきたいと思います。はい、予想結果としては割高ということで6674円が5896円になっていくというふうに予想したいと思います。はい、以後予想の理由をファンダメンタルズ基礎的指標の点から説明いたします。なお時間を味方につけながら複利で資産を10倍以上に増やしていく長期保有が前提の投資なので、10年後をも見据えた長期予想になっています。はい、ではまずですね、花王とはどのような企業なのかということで、花王ですね、トイレタリー国内主位、化粧品でも大手、原料からの一貫生産、独自の物流反射システム所有ということです。で、売上1000億円を超える3つの超強力ブランドを持っているのが花王であるということですね。はい、1本目の1000億円ブランドっていうのはビオレということで、まあ、肌を優しく洗える洗顔料ということですよね。まあ、もともと花王は顔を洗うというね、花王石鹸から社名が始まっているので、まあ、実は祖業ということで、まあ、今でも強力なブランドの一つというふうになっているということですね。はい、2つ目の1000億円ブランドはメリーズということで、赤ちゃんぐっすり安心のメリーズということで、まあ、おむつですね、これはもうメリーズシリーズということで毎年1000億円以上の売り上げを上げているということですね。はい、で3つ目のブランドとしてはアタックということで、まあ、1987年に出た、まあ、スプーン1杯で驚きの白さを実現ということで、まあ、洗剤ですよね、これがまあ超強力ブランドになっているということです。はい、なので、まあ、1980年代に発売された洗顔のビオレ、おむつのメリーズ、そして洗剤のアタックですね。この3つの超強力ブランドが生活用品でもあることで、まあ、花王の岩盤収益となっているということで、まあ、売上の加減ですよね、もう一番下支えになっているということで、まあ、生活用品である以上毎年ある一定の安定した売上っていうのを、まあ、堅実に上げ続けるというものを持っているということですね。はい、でもし企業を、まあ、継続性成長性の、まあ、二軸で見るならば、まあ、その企業がこれからずっと、継続するか永続するかっていう継続性ですね。でもう一つは毎年毎年成長 していくかっていう成長性ですね。でこの継続性と成長性の、まあ、二軸で見るならば、まあ、創業134年の花王の継続性というのはまさに盤石ということが言えると思います。一つは生活用品を扱っていて、なおかつもうね、超強力ブランドを3つも持ってるからということです。で、まあ、花王ですね、株で見た時の配当利回りっていうのが、まあ、2.2% ということなので、もし売却益なしで配当だけで投資金額を回収しようということで考えると、まあ、約45年ということになるということですよね。ただ、まあ、花王はですね、日本で一番ということで31年連続増配中ということで、毎年配当金の金額っていうのを上げ続けているんですよね。なので配当利回りっていうのは今後も数字が良くなり続ける可能性があるということです。2025年の36年連続、そして2031年度の41年連続増配っていうのも、まあ、企業目標としてすでに公表しているということで、まあ、今まで31年連続、配当金を上げ続けてきてるんですけれども、まあ、それは今後も5年10年という形で配当金は毎年増配予定ということで、まあ、すでに企業としては目標として発表しているということですよね。ということであれば、まあ、配当利回りは今後も上がり続ける可能性があるということです。なので、まあ、花王の場合今安定企業としてもう継続性永続性っていうのはかなり高い堅実企業なので、安定企業として配当収益を目的に投資を検討しうる一社っていう風になっているということですよね。はい、ということで花王の継続性に関しては極めて手堅いということが言えると思います。ではもう一軸の成長性はどうなのかっていうのを見ていきたいと思います。で影響を受ける前のコロナ前で見てみます。花王は正直商品特性から言ってですね、コロナの影響をかなり受けているので、ちょっとコロナの直近 1,2 年っていうので、まあ、今後の予想を立てるっていうのはあまり適当ではない
というふうに考えます。なので、まあ、コロナの影響を受ける前の顔はどうだったのかということを今後の成長性の判断材料にしたいというふうに思います。では2015年から2016年をまず見てみたいと思います。まずビューティーケア事業ですね。これが一番右の営業利益の増減っていうのがプラス132億円というふうになっています。でこのビューティーケアっていうのは、まあ、一つは化粧品事業ですね。でもう一つは後でこう分かれていくスキンケアとかヘアケア、などが入っている事業ということになります。次のヒューマンヘルスケアっていうのは括弧74億ということで、前の年に比べて、まあ、74億減益だったということですよね。このヒューマンヘルスケアっていうのは、まあ、おむつのメリーズとか女性用生理用品のロリエとかが入っているものです。でファブリックホームケア事業っていうのは前の年に比べて120億の増益で、まあ、トータルでは177億の増益でしたということです。売上の増減率で見ると、まあ、トータルでは 3% の増ということだったということですね。で2016年から2017年に関して見ると、まあ、ビューティーケア事業がプラス65で、ヒューマンヘルスケアがプラス127で、ファブリックホームケアが括弧20ということで20億の減益だったということですよね。でこのファブリックホームケアっていうのは洗剤のアタックなど その他関連事業ということになっています。全体で見ると売上はプラス 4.4% だったということですね。で2017年から2018年に関しては化粧品がこう事業のカテゴリー分けで一つ独立して化粧品事業ですね、これがプラス147億ということです。前の年に比べて。でスキンケアヘアケアっていうのが、これがまあね、スキンケアっていうのはまさにビオレですよね、などの関連事業ということになりますけれども、これが括弧5ということでマイナス、前の年に比べて5億円の減益で、ヒューマンヘルスケア事業っていうのが括弧65ということで、これはメリーズとかなどですけれども、おむつのこれが括弧65億ということで、前の年に比べて65億の減益ですね。でファブリックホームケア事業っていうのが括弧50ということで、アタックなどの洗剤関連事業っていうのが前の年に比べて50億の減益になったということです。でトータルに関しては27億のプラスということなんですけど、化粧品事業がほぼそれをもう賄ったということですよね。全体で見ても前の年に比べて2018年は 1.6% の増収にとどまっているということです。はい、で2018年から2019年に関しては化粧品事業というのがプラス、前の年に比べて137億でしたと、営業利益がですね。でスキンケアヘアケアっていうビオレ関連事業ですけれども、これがプラス7億で、ヒューマンヘルスケアですね、おむつのメリーズとか生理用品のロリエなどの関連事業ですけれども、これが括弧107億ということで、前の年に比べて107億の減益ですね。でファブリックホームケアは 5億と、アタックなどですね。でトータルでは42億の増益になってるんですけど、これもやはり化粧品事業が実質賄ったということになります。売上で言えば前の年に比べてプラス 2.9% だったということですね。はい、ということで、コロナの前ですね、2015年から2019年という4年間を見て、順調に増益を続けて成長していたのは、実質化粧品事業のみという言い方ができると思います。で後の3事業に関しては、競争激化の中で、低成長、年によっては減益ということで、はっきり言って伸びてなかったということなんですね。コロナの前でも実質唯一の成長事業であった化粧品事業がコロナの影響を受けたことによって、直近2020年度は減収減益の決算発表となっているということです。はい、ということで、冷静に見てみた場合に、2012年から13年で売上が上がったものの、その2013年以降っていうのは、横ばい傾向になっているということですね。はい、で花王の場合は他の3事業が安定収益で企業を支えてですね、減益ということで、伸びてはなかったとしても、収益としてはすごく安定しているということですよね。なので、他の3事業がある一定の売上っていうのを、収益で上げて
ることで、まあ、企業ですよね、顔を支えながら化粧品事業が伸びた分で企業全体も伸びるという、まあ、事業構造になっているということです。なので、まあ、顔が成長するかどうか、今後顔が成長するかどうかっていうのは、顔の化粧品事業の今後の成長性はどうなのかについて分析していく必要が出てくるということです。はい、顔の、まあ、化粧品っていうのはですね、まあ、例えばカネボウみたいな、買収した、化粧品ブランドも持っていますけれども、もともと顔が、自分たちで独自で立ち上げたブランドとしては、ソフィーナですね、まあ、これは同じく、1980年代からやっている、化粧品ブランドになっていますけれども、まあ、こちらがメインになっているということです。はい、でここまでを前提に顔の株価予想の理由説明に入っていきたいと思います。でまず PER ですね、プライスアーニングレーシオですね、一株当たりの当期純利益に対して何倍の株価になっていますかといった時に、まあ、23.83 という倍率になっています。まあ、一つの大きな目安の物差しとして、まあ、16.6 というのが、まあ、目安というふうに認識していますので、まあ、そういう意味で割高ということが言えると思います。ただし花王の場合は化粧品事業を中心にコロナの影響を大きく受けているので、PER の分母に来期の予想当期純利益を使うのは適当ではないというふうに考えています。コロナの影響がなかった場合ですね、安定的に約1500億円の当期純利益を花王は出していたので、まあ、PER の分母には、まあ、花王が今後ですね、今年ですね、発表している、予想当期純利益ではなくて、今までの、まあ、花王が出していた、当期純利益の1500億円を使った方が、まあ、将来予測としては妥当だというふうに考えています。はい、よって PER はですね、まあ、分母の当期純利益を予想、当期純利益から、まあ、花王が持っている実力の1500億に変えた場合に、まあ、PER20.6 ですねっていう数字で、まあ、検討していいというふうに考えています。はい、で、まあ、顔は利益率も実は横ばいと、売上も横ばいなんですけど、利益率も横ばいということで、特にですね、この赤の折れ線グラフっていうのをご覧いただければと思うんですけれども、赤の折れ線グラフは営業利益率の推移ですね。でそうするとほぼ横ばいということです。だから売上横ばい、営業利益率もほぼ横ばいで、こう顔っていうのは来てるということですね。で利益率が横ばいっていうことであれば、まあ、売上が増えたら利益も増えますと、売上が減ったら利益も減りますという極めて分かりやすい状態になっているということです。はい、では花王は今後も増収し続ける企業なのかどうかということを考えていきたいと思います。で、まあ、結論としては花王の今後の増収というのは、まあ、見通せないということですよね。まあ、花王はこれからどんどんね、ほぼ確実に成長し続けると、売上が増え続けるというのは現時点では見通すことができないというのが結論です。なぜ見通せないのかという、見通せない理由なんですけれども、まあ、その一番目としては花王は化粧品事業では1位ではないということですよね。1位事業を3つ持ってるわけですよね。例えば洗顔ですよね、ビオレの洗顔とか、もしくはおむつ、のですね、メリーズですよね。まあ、これはもう1位に匹敵するぐらいの強力ブランドということで、まあ、メリーズも、一つのブランドで売上1000億円以上上げていますということですよね。あとはまあ洗剤のアタックとか、まあ、そういう、こう総合的なトイレタリーっていうふうに分類されている、分野に関しては花王は1位なわけですけど、化粧品っていうことに関して言うと1位ではないということですよね。まあ、競合も、まあ、日本国内だけでも、例えば資生堂とか、という競合がいますということですよね。まあ、そうした時に、まあ、例えば上場企業だった場合は花王以外に、まあ、資生堂とか、もしくはコーセーとかファンケルとか、上場企業の化粧品、企業というのはありますけれども、まあ、そういった、企業に比べて、他社に比べて、まあ、化粧品事業における特段の強みが見えないということですよね。まあ、特に資生堂に対して花王が持っているその化粧品事業における強みというのが、まあ、明確に特にこう消費者女性にはっきりこう伝わるほどの強みっていうのが、まあ、見えないというのが一つです。二つ目の理由、売上の増収がほぼ確実に見込めるというのが見通せない理由の二番目としては、化粧品事業というのは商品の原価率が 10% ととても低いということですよね。これがこう製品勝負と商品勝負ということであれば、花王ははっきり言ってこう製
品力、商品力で勝負する、まあ、ちょっとこう技術系の、まあ企業でもあるので、なので、まあ、かなりこうね、強いというか勝ちやすい分野だと思うんですけど、化粧品事業っていうのはこの製品原価率っていうのがすごく低いんですよね。だからまあ、原価率 10% ってことは粗利、売上総利益率、まあ、90% ということで、非常にこう参入障壁が低い、事業です。化粧品事業っていうのは、だからまあこういった花王みたいな大手企業だけではなくて、本当に中小の企業も売上、例えば年商何億とか何十億とかっていうのでどん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 まあ参入してくるような、まあ、そういう事業だということですよね。これがもう圧倒的に大企業じゃなければできないと、ね、大企業のような企業じゃないとなんか規模の経済でできないということであれば花王はすごく強いんですけれども、化粧品に関してはそうではないんですよね。商品の原価率が 10% ということであれば、まあ、はっきり言って花王は特別段他の企業に比べて、まあ、技術力で活かせる部分っていうのが少ないし、持ってる規模っていうのを活かせる部分も少ないということです。まあ、化粧品事業は製品力よりも広報広告宣伝によるブランド戦略の方が重要度が高いということですよね。じゃあ原価率 10% だったら化粧品事業ってめちゃくちゃ利益が高いのかって言ったら、実はそういうことも言えなくて、残り 90% のかなりの部分っていうのをこの広報広告ですよね、っていうのにすごくこう投入しなければならないということですよね。その商品の違いっていうのがすごく細かい微差だからこそ、広報広告で どれだけこうね、その商品の違いっていうのを分かりやすく伝えられるかっていう、こうイメージ戦略とかブランド戦略っていうのがめちゃくちゃ重要になるということです。なので、まあ、花王のような複合企業ですよね。花王は必ずしも化粧品だけをやってる企業ではなくて、ね、他のその洗顔とかおむつとか、洗剤とか、まあ、そういったいろんなのをやってる複合企業ですよね。で、複合企業にその専業企業、例えば化粧品だけしかやってない資生堂とかに比べた時の競争優位性がまあないということですよね。資生堂だったら資生堂というブランドで化粧品売れるわけですけど、花王の場合は花王というブランドで化粧品は売れないわけですよね。ソフィーナとかカネボーとかっていう別の名前のブランドで売らないといけないので、そういう意味で複合企業だから逆にその化粧品事業は強い、もしくは規模の経済が働かせられるから強いっていうことが言えないっていうことですね。はい。そして、まあ、花王の今後の売上増収っていうのが、まあ、見通せない理由の3ということで、日本の次の中心市場が中国になっていますということで、中国には政治上で大きな変動リスクがあるということですよね。だからすごく売上が伸びるかもしれないし、逆に売上がね、今まで立ってた売上が全然見通せないっていうことも起きうるということですよね。中国はやっぱりこうそういう意味で政治体制が、まあ、実質一党独裁状態になっているので、まあ、トップの決断次第で1年単位でものすごく大きく情勢が変化するわけですよね。で、その中国政府による今後の意思決定次第で経済も大きく影響を受けるということで、なんかこう中国の人たちがね、すごくこう外国商品を爆買いで買ってくれたということで、ね、すごく売り上げが大きく1年で増えたと思ったら、中国政府がその爆買いを翌年禁止みたいなということで、まあ、売り上げが激減したりというようなことが起きるということで、この政治上ですよね、中国はもう独裁国家だからこそすごくこう意思決定が強力で、その影響っていうのがすごくこう経済にも大きく影響を与えるということで、まあ、やっぱり日本はまあ成熟してるわけですよね。日本の総人口というのは減少局面に入ってるわけで、で、まあ、花王がこれから伸びていくっていうことになると、やっぱり次のメイン市場っていうのは中国になってるわけですけど、中国で今後も持続的に成長していくかどうかっていうのは明確に見通すのは難しいということです。はい。なので、まあ、花王の今後の明確な売上成長というのは見通せないということですよね。こう不確実性リスクがありますということです。よって、まあ、花王の今後の明確な成長性が見通せないために、まあ、PER20 倍というのは純粋に割高という花風になります。なぜなら、まあ、理論上の時価総額というのは今後花王が出す収益合計を割引率マイナス成長率で割り引いて収益合計の現在価値で出して算出するものだからということですよね。はい。まあ、参考までに今文章で
説明した理論時価総額の考え方っていうのは、まず花王がこれから安定的にどれぐらいの収益を出し続けるのかっていうのを出して、その収益の合計っていうのを足し合わせて収益合計の現在価値にするわけですけれども、未来のお金と今のお金っていうのは価値が違うので、だから未来のお金をリスクリターンなどの割引率で割引くという考え方を取るわけですよね。で、何パーセントで割引くのかっていうので収益合計の現在価値っていうのは変わってくるわけですけれども、その割引く時の割引率っていうのはその企業が持ってるリスクから成長率を引くんですよね。だから高成長っていうのがある程度こうほぼ確実に見通せるということであれば、分母が小さくなるので収益合計の現在価値すなわち理論時価総額は大きくなるわけですけれども、今回の花王に関しては明確に今後安定的に何パーセント成長するっていうのが正直見通せないといった時には、単純に成長率っていうのはほぼ考慮しないで、純粋な持ってるリスクだけの割引率で割引くので、だから収益合計の現在価値すなわち理論時価総額が低くとどまってしまうということですよね。はい、ということで、今回のテーマは花王株価予想ということで、予想結果としては割高6674円が5896円になっていくというふうに予想したいと思います。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をいただけましたら幸いです。そして4つの特別教材をお受け取りいただくことができますので、LINE のフォローをお願いいたします。動画講義を最後までご視聴くださり感謝いたします。いつも本当にありがとうございます。